川崎メグロ SG メグロ製作所はかつて日本に存在したオートバイメーカーでメグロの通称で知られる。第二次大戦前からの日本メーカーとしては最も長く活動していたが川崎航空機工業に吸収された。そしてそのメグロブランドは消滅後半世紀以上経った2020年に復活が発表された。左から K2、川崎メグロ K3。 S2 はじめは、鈴木鉄工所と称し、大日本帝国海軍軍人だった、鈴木工事が1925年に設立、村田園ンが後に参加した。1926年から、メグロ製作所を名乗るようになった。株式会社となったのは1939年である。はじめ、自動車修理とオートバイの部品製作を行い、1932年にエンジンの製作を、 開始、1937年、最初のメグロ号、Z97 を発売し、好成績を残した。第二次世界大戦の激化とともに、オートバイ事業は、中断、航空機の部品を製作するようになった。戦後は再びオートバイ事業に戻り、最盛期の1959年には、市場での人気を得た、メグロ S3 など 250cc シリーズと、 500cc、メグロ Z7 の工業席により、年間1万5千台のオートバイを生産し、第2回の全日本オートバイ、耐久ロードレースセニアクラスで、メグロ RZ が1位、2位、4位、5位を独占するなど、活躍したが、メグロセニア T1 などの大型車を得意としていた、ことから、小型車ブームに乗ることができず、ホンダ等の戦後派メーカーに押され、業績が悪化した。 1960年に川崎航空機工業と提携したものの業績は上向かず、1963年には参加となって、川崎目黒製作所と改名、1964年には事実上の経営破綻となり、川崎航空機工業に吸収され、これで戦前からのオートバイメーカーはすべて消滅することとなった。目黒の伝統は川崎社に受け継がれ、経営が 後の名車、川崎 650W1 の原型となり、さらに後年の川崎 W650、W400、W800 にまで影響を及ぼしている。メグロが開発したロータリーチェンジ式4、早足動ミッションは現在でも多くのビジネスバイクで採用されている。2020年11月17日、川崎重工業はメグロブランドの展開と、 その第一弾として、翌年2月に、メグロ計算を発売することを発表した。実態としては、現行の川崎 W シリーズのバッジエンジニアリングで、W シリーズをベースにエンブレムメーター回り、外装をカスタマイズしたものとなる。なおこれに先立つ2019年に、川崎重工が目黒、メグロ、メグロなどの商標登録を特許庁に申請したが、 数度にわたる拒絶査定を受けるなど登録が難航していた。メグロ製作所はオートレース競争車用エンジンも製造していた。川崎航空機工業による業務提携の際、分離したレース部門の一部社員が独立して1963年4月にニューメグロ株式会社を起こし、その会社によりオートレース用競争車用エンジンの製造が引き継がれた。 さらに1964年、オートレース用競争車用エンジンの製造は、メグロ発動機株式会社に引き継がれた。小関和夫、川崎モーターサイクルズストーリーミキ処防。ありがとうございます。